伊住院元吉から1924年4月26日は、明治、大正時代の日本の外交官、外務大臣、男爵。妻の吉子は、大久保利道の長女。伊住院元吉は1864年7月22日に、薩摩藩鹿児島城下高来町において、藩士、伊住院吉次の長男として生まれた。1890年7月に、 東京帝国大学法科大学政治科を卒業した。あと、すぐに外務省に入省した。同期には石井菊次郎がいる。1892年からは翻訳官となり、1893年には芝生の副領事として新朝支配下の中国大陸に渡った。1894年にはロンドンの日本公使館の初記官としてイギリスに赴任し、 1896年6月まで勤めた。9月には富山一等領事として大韓帝国に赴任し、二川の領事も勤めた。1901年2月には天津の領事となり、1902年1月には総領事に承認した。移住院は合法来楽な言動で知られ、周囲からは移住院講師と呼ばれた。彼の領事時代に、 天津の日本人居留地は拡大し、河北地方における日本の削減地へと成長した。また、北洋大臣直令総督の遠征外、その部下の東照儀と信仰を結んだ。1908年6月には北京駐在の特命全権行使となった。しかし1911年に勃発した侵害革命においては立憲君主制が存続する見通しを持ち、 遠征外らを支援しようとしたが、遠征外が革命派に寝返ったことで、中華民国が成立した。移住院は、自らの政治的失敗を認め、講師の辞職を上申したが、機関の身体派事局に用意、ならさる関係を、言う、するという内田だ交際外省の裁定によって、却下された。1916年には、イタリア特命全権大使として赴任し、15年間駐在した。 中国大陸を離れた。第一次世界大戦後に開催されたパリ、講和会議においては、全権の一人となった。しかし会議の最中に行われた中華民国の猛烈な宣伝工作に対し、日本側は、サイレントパートナーと呼ばれる消極的な外交しか、できなかった。外務省の若手官僚たちは、革新同士会を設立し、対外アピールのための組織改革を訴えた。 1920年4月には外務省内に情報局が設立され、移住院をその局長とした。1922年には関東長官に転じ、外務省を離れた。1923年9月に成立した第二次、山本権兵衛内閣では外務大臣となったが、内閣が虎ノ門事件で総辞職したために3ヶ月の在任であった。 1924年4月26日、伊賀により皇居、伊集院元吉と妻、よしこ、ありがとうございます。